EMTG ミュージックをご覧の皆さん、どうもミス王女です。私ミス王女は2月の7日にニューアルバムプラウドを発売します。6枚目のオリジナルアルバムなんですけども、前回のアルバムが2016年のアゲインというアルバムだったので、約1年半も経ってないかな、それぐらいぶりの久しぶりのオリジナルアルバムです。今回はですね、全12曲なんですけど、そうですね、聞いてくれた方がちょっと生きるのが楽になればいいなと、ちょっと肩の力抜けて心が軽くなるようなアルバムを作りたくて、制作をしてきました。なので、恋愛ソングもそうなんですけど、応援ソングも結構入っていて、で、私今35歳になるんですが、35歳のこの等身大の思いというのを、私らしく書いております。いろんな結構バリエーション豊富な、曲たちが入ったアルバムなんですけども、アップな曲もあれば、ちょっとこう歌謡曲っぽいのもあれば、バラードもあったりとかして、今回こうライブを想定しながら、作ってる曲が多いので、ぜひたくさん聴いていただいて、ツアーがありますので、ぜひ皆さんツアーにも遊びに来てくれたら嬉しいなと思います。ミス王女のライブは結構来てくれた人がよしよしだから頑張ろうって思うようなライブにしたくて、やってるので、生きる力みたいなのがテーマに、ね、なってますので、ちょっとこう暮らしに疲れたりとか、こう人生なんかいろいろ今つまずいてるなって思ってる方はですね、来たらなんかこう頑張るぞじゃなくて、いっかみたいな、そんな考えなくてもなんとかなるよみたいな、そういう感じで会場後にできるような、そんなライブにしたいなと思ってるので、3月の3日のね、名古屋から始まって、今回はですね、沖縄もやるんですよ。初めて沖縄公演、4月の14日に、やりますので、詳しくは今出てると思いますけども、ホームページなどを見ていただいて、ぜひぜひもう一回遊びに来てもらえれば、もう絶対みんなもう仲間になって、おじゃファミになって、楽しいと思うので、遊びに来てください。よろしくお願いします。 EMTG 恒例マイ検索ワードなんですけども、私が最近検索したのは、ベンジャミンの育て方です。ベンジャミンってね、こう丸っとこう観葉植物なんですけども、こう丸い葉っぱがこうつくやつですね。で、去年からですね、急に観葉植物とかお花とかが好きになって、それまで全く好きじゃなかったんですけども、なんかこう人間が変わったように好きになって、で、観葉植物とかもいろいろこう集めたりとかして、今家に置いてあるんですけど、その中のベンジャミン君がですね、すごい最近元気がなくて、ちょっと元気がないなと思って、それで育て方で検索したんですけども、だから水をね、冬の間はあげすぎると良くないとか、日光に当てましょうとか書いてあって、でも一回こう歯がね、全部落ちるらしいっていうのを聞いたんですけど、ちょっとなんかいかんせん元気がないなっていうところで、これはちょっと観葉植物を育てられない女っていう風になるとちょっとあんまり良くないので、なんとか復活をさせて、こう緑を愛する女として2018年もやっていきたいなと思っております。はい、ということで、以上、ミス王女でした。アルバム聴いてください。バイ。